チャンネルへようこそ。はい、ということで今回はですね、今年の2月に発表されたこちらの Galaxy S22 Ultra の3ヶ月使用感レビューということでやっていきたいと思います。まあ一応その前に、お前はこの約2年間一体何をしてたんだっていう話なんですけど、まあそれは今回の動画はですね、 Galaxy S22 Ultra を買おうか悩んでいる方向けに、自分が実際に3ヶ月間こちらをメイン機として使ってみて、個人的に感じたこと、良かった点や悪かった点をまとめたものになっているので、ご参考いただければ幸いです。今回レビューするのは細かいベンチマークの数値とかではなくて、便利な機能とか普段使ってて気になる表面上のこととかなので、ご了承ください。それではやっていきましょう。じゃあまずはですね、買った時に一番最初に手にする箱から見ていきたいと思います。そうなんですよ、僕ね、この箱についてちょっと言いたいことがあるんですよね。この箱、中身薄すぎだろ。箱を開けると本体以外にもうめっちゃ短い USB-C ケーブルと SIM カードのやつしか入ってません。俺は言いたい、20万払ってこんなにもね高級なスマホ買ってるのに、何なんだこの安っぽさはと。5万ぐらいで買える中華スマホの方が箱の中身充実してるよ。ケースとか保護フィルムとかイヤホンとか高速充電器までつけてくれてるよ。なのに何これ、少なすぎじゃない？まあ一応ね、サムスンとかアップル側は環境への負担を減らすために箱の中身を少なくして箱をちっちゃくしましたって言ってるんですけど、自分高速充電器を持ってなかったので、 Amazon で充電器と、まあちょっと長めの USB-C ケーブルを注文したんですよね。そしたらこの2つの箱がさらにこの大きな Amazon の箱の中に入った状態で届きました。スマホの箱をちょっとだけちっちゃくしただけで、これだけのね新しいゴミが発生しちゃってるんですよ。もう全く意味ないじゃないかって僕はね思いました。多分ね、僕みたいな人いっぱいいると思うんで、これ逆効果でしかないじゃんって思いました。企業側のコストが下がるだけで、消費者も環境ももう誰も得してないんですよ。以上、まあ箱についてのね、僕のね、まあちょっとした怒りというかお話でした。次、いよいよ本体についてです。先にね、結論から言っておきます。このデザイン好き。自分カクカクしてるものとマットブラックなものが好きなんですけど、この S22 Ultra そのどっちの条件も満たしてるんですよね。そしてこのカメラ、1個前の S21 Ultra とは違って、それぞれのカメラが出っ張っていて、とてもミニマルな感じになっています。背面のガラスもマットな仕上げになっていて、とても持ち心地がいいです。まあでも一応ガラスではあるので、まあ、ちょっとは指紋がつきます。そして大きさ、これがねでかいんですよね。自分これに乗り換える前までは、まあ、こちらの iPhone6S を使ってたんですけど、大きさが全然違ってて、最初のうちはすごい違和感を感じたのを覚えてます。もう本当に大きすぎて使いにくかったです。でもね、1週間ぐらい経ったらもう慣れました。今は普通に使いやすいです。むしろこの iPhone6S を見ると、俺は今までこんなちっちゃいスマホで一体どうやって生きてきたんだろうって思ってしまいます。なので今ね、こういう大きなスマホに抵抗がある方はもう使えば慣れるんで大丈夫です。自信を持って大きなスマホに買い替えてもいいと思います。そして側面はこんな感じになっています。まあ普通に今時のハイエンドスマホと大体一緒ですね。まあ正直ね、自分としてはこんなに大きなペンを入れる場所があるんだから、 SD カードスロットとイヤホンジャックも入れてほしかったです。特に SD カードスロットなんでなくしたの？進化じゃなくて退化してるじゃん。まあこれもイヤホンジャックをなくしてワイヤレスイヤホンを買わせるのと同じで、もっとお金を出して容量がさらに大きいスマホを買わせるための作戦なのかもしれませんね。続いてはディスプレイです。これもねめちゃくちゃいい。 1440p120Hz の有機 EL を積んでいて、ピーク輝度が 1750nit なので、正直直射日光が当たってても全然問題なく画面が見えます。もう本当にね、この画面を眺めてるだけで気持ちよくなります。なんですけど、やっぱ一個だけ気に入らないところがあるんですよね。それがね、まあ、この画面両端のエッジ。確かに見た目はかっこいいですよ。普通に広告とかだったら全然映えるんですけど、実はねこれ結構使いにくいんですよね。使ってる時にめちゃめちゃ光を反射するので、端っこだけ白くなるんですよ。マジで実用性がない。せっかくさ、これの買いモデルはさ、完全にフラットな画面に戻したのに、なんでこれだけ曲面ディスプレイのまんまなの？これも他のやつみたいに完全にフラットにしてほしかったです。あとは指紋認証。こいつは今主流になりつつある画面内指紋センサーというものを搭載しています。しかも Galaxy はですね、他の Android とはちょっと違う仕組みのやつを搭載しています。ほとんどの Android は光学式って言って、まあ、簡単に言うと画面の下にカメラとフラッシュみたいなものがついてて、指
を置いた時に指紋を撮影して読み取ってます。それに対してギャラクシーは超音波式のセンサーを使っていて、まあ、これはもう名前の通りなんですけど、指に超音波を反射して指紋を読み取っています。でこれ何がいいかっていうと、指とか画面が濡れてても反応するってとこなんですよね。雨の日とかって外でスマホを使おうって思った時にやっぱ傘を差しててもちょっと濡れたりするじゃないですか。そんな時もこのギャラクシーは光学式のやつとは違ってちゃんとロックが解除できるので、まあ、僕はすごい便利だなと感じました。で指紋認証センサーの位置なんですけど、画面がオフの時はどこにあるか分かんないので最初のうちはまあちょっと苦労しましたね。まあ、でも使ってるうちにだんだん場所を覚えてくるので、まあ、そこが不安な方は全然大丈夫だと思います。画面下半分全体を指紋認証センサーにしてどこに指を置いても解除できるようにしてほしいですよね。続いては性能について少しだけ話をしていきます。こちらはですね、スナップドラゴン 8 Gen 1という CPU を搭載しています。そしてメモリーは 12GB、 ストレージは 256GB です。一応オプションで最大 1TB までいけるんですけど、まあ、正直スマホにそこまでは必要ないかな。次は発熱について。こいつね、確かに性能はすごいです。 Apex とか原神最高画質で全然動くので、まあ、そこは僕はすごいなと思っています。でもね、めちゃめちゃ発熱するんですよ。なんかあったかいなーとかいうレベルじゃなくて暑い。確かにゲームしてる時って、まあ、全てをフル活用してるわけなのでしょうがないっちゃしょうがないんですけど、それでもスマホにしてはちょっと暑いんじゃないかなって個人的に思いました。あと熱関係でもう一個、使い始めて2週間ぐらいは確か Twitter を開くだけで発熱したり、 YouTube で動画を流すだけで発熱したりしてたんですよね。調べてみるとなんかそれは熱とかバッテリーとかを管理する AI がまだ自分の使用方法に慣れていないってことが分かったので、最初はちょっと怖かったんですけど安心しました。もう今は全然そんなことは起きないですね。次にバッテリーについて話していきたいと思います。 Galaxy S22 Ultra は 5000mAh のバッテリーが入っていて余裕で1日持ってくれます。これも先ほど言ったように AI が自分の使い方に最適化されるまでの、まあ、大体最初の2週間ぐらいは本当に性能がゴミで 3,4 時間ぐらいしか持ってくれないんですけど、今ではスクリーンオンタイムが大体 7,8 時間ぐらいと十分すぎるぐらい持ってくれます。仮に充電するのを忘れていたとしても有線だと 45W、 ワイヤレスだと 15W に対応しているのですぐにある程度の充電が完了します。自分も最初のうちは充電されるのが早すぎて毎回驚いてましたね。それでも世の中にはですね、もっと上がいるわけなんですよ。例えばシャオミは 120W とかいう化け物クラスの高速充電ができるスマホを出してるんですよね。それをサムスンがまだまだ 45W で抑えてるってのは、まあ、やっぱり数年前のあの出来事のせいだと思うんですけど、それでもまあやっぱ解決はしてるんだから正直もっと早いやつを入れてほしかったです。 OnePlus とか ROG4 みたいに 65W には対応させようぜって思いました。あとはワイヤレスパワーシェアといって、他のスマホやワイヤレスイヤホン、スマートウォッチなどこいつだけで充電できる機能があるんですけど、まあ正直使わないですね。僕はこの撮影で初めて使いました。なくても困りはしないけど、あったら便利ってとこですかね。続いて使い心地というか、まあソフトウェアについてです。 OS は最新の Android12 に対応していて、その上にサムスン独自の OneUI4.1 が載ってます。 OneUI っていうのは本当に iOS に近いなって個人的に思ってまして、バニラの Android よりも使いやすいなって思ってます。しかもアップデートなんですけど、一応4年間 Android16 までサポートしてくれるそうです。ちなみに Google 独自の Pixel 6は3年間までしかサポートしてくれないらしいので、 Android を開発している Google よりもサポート期間が長いのがちょっと面白いですね。で、まあ、アプリとか全体的にスマホを使った感じは、先ほども言ったようにメモリーが 12GB、 ディスプレイが 120Hz なのでものすごくスムーズで使いやすいです。しかもこれだけのメモリーが乗っていると結構ガチなマルチタスクをしても余裕で動いてくれます。これすごいね。あともう一個使って便利だなって感じた機能があります。 Always on Display ってやつですね。 Always on Display っていうのは、画面がオフの状態でもカレンダーや時計といった自分の好きな情報を表示できる機能のことです。僕の場合は時計と通知を見れるようにしてます。いちいち画面を開いて確認するのがめんどくさいので、僕は一目で確認できるようにオンにしてます。電池もほぼ食わないので本当におすすめな機能の一つですね。果たして iPhone がこの機能を取り入れてくれるのは一体何年後のことなんでしょうか。では次にカメラですね。さっきからものすごい主張が強いこのカメラについて話していきます。友達とかに見せるとカメラ5つあるじゃんって言われるんですけど、実際カメラは4つだけです。一番右上のやつはレーザーオートフォーカスのセンサーになっております。最初のうちは自分のスマホの持ち方が悪いのかカメラの配置が悪いのか分かんないんですけど、人差し指がめちゃめちゃこの一番下のレンズに当たっていました。まあでも今はもう慣れて当たらなくなりましたね。あとね、それぞれのレンズが出っ張ってるこのデザインすごく好きではあるんですけど、レンズの上の方にめちゃめちゃホコリがたまるんですよ。結構うざい。でまあ肝心な画質なんですけど、これね
本当にすごい。撮った後に AI がさらにそれを処理してくれるので、すごくいい仕上がりになります。これらがね、この3ヶ月間で撮った写真たちです。友達に見せた時とかインスタに上げた時に、画質良すぎっていろんな人に言ってもらえたので、いい買い物をしたなって思いました。ナイトモード、ポートレートモード、マクロモード、どれも問題なく綺麗な写真が撮れてますね。特にすごいなって感じたのが100倍ズーム。まあさすがにね、めちゃめちゃいい写真が撮れるかって言われたらそんなことはないんですけど、こういう技術が存在してるってだけでもう僕はすごいなって思います。100倍ズームを使って夜月の写真も撮ってみたんですけど、これがね本当に綺麗でめちゃめちゃ感動しました。これ撮ったのスマホですよ。なんか信じられなくないですか。いや本当にねすごい。あと108メガピクセル、まあ1億800万画素ですね、の写真が撮れるってことなので撮ってみました。でこれ後からズームしても全然画質が落ちないので、やっぱすごい技術だなと思いました。でも108メガピクセルの写真は一つ一つのファイルサイズがとても大きいので、さすがに普段は使わないですね。あと書類スキャンモードっていう機能があるんですけど、特に僕みたいな学生の人たちとかだとレポートとか書類とかの写真をいっぱい撮るじゃないですか。そんな時にすごい便利なんですよね。文字が書かれている紙にカメラを向けると、毎回それをちゃんと認識してくれてスキャンっていうボタンが出てくるんですけど、これを押すとどんなに変な角度から紙を撮影してもめちゃめちゃ綺麗にまっすぐに読み取ってくれます。ちゃんとしたスキャナーでスキャンしたかのようにしてくれるので、この機能には僕めちゃめちゃお世話になってますね。動画撮影も最大 8K24fps まで対応してますし、手ブレ補正もかなりしっかりしています。僕スマホで写真を撮るのが好きで、結構いろんな写真を撮ってるので、この Galaxy S22 Ultra は僕にとってぴったりのスマホだなと思いました。では最後にですね、このスマホの目玉機能と言っても過言ではないS ペンについてです。正直僕買う前はタッチペンとか別にいらねえだろ、絶対使うことねえなって思ってました。でもねこれが意外と使えるんだよな。僕はですね、撮った写真に書き込んだりすることが結構あるので、意外と役に立ってるんですよね。ラグとかが全くなくて、体感上は紙と同じように書いたことがそのままねリアルタイムで反映されるし、書く圧力によって線の太さとかも変わるんですよ。あとこれらの機能は別に普段使うことはないんですけど、ペンを振ることで再生する動画を変えたり、カメラのシャッターを切ったりできます。これもね、まあなくても別に困りはしないけど、あったら便利だよねっていう機能の一つですね。はい、ということで今回紹介した Galaxy S22 Ultra、 いくつか欠点はあるんですけど、本当に完成された洗練された素晴らしいスマホだと思うので買ってよかったです。他にもね、今回の動画で紹介しきれなかった機能がたくさんありますが、さすがに全部話すと動画が長くなっちゃうので、ここでは割愛させていただきます。以上、 Galaxy S22 Ultra の3ヶ月使用感レビューでした。最後までご視聴ありがとうございました。もしこの動画が良ければ、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。